きなり一番最初に、右手は音が1個、それに対して左手は音は3つってきますので、うん、この時にやっぱりこうやってやると大体こうやって出す子多いんですけども、まずこの最初の1音からのバランスっていうのをとても気をつけなくちゃいけないなっていうのがありますね。それともう一つ、後半になるとレガートのレリラロントントンっていう、うん、素敵な帽子って言葉がありますけども、そのレガートフレーズがあって、それを今度左手が逆行しますね、うん、これがやっぱりそのまま行っちゃうとこう、うん、普通のお子さんだとどうしてもカツカツカツってなっちゃうんで、ここでそう、だいたいね、子供って2つの音だったらレガートにできたり、3つまではうまく 腕を一緒に使いながらレガートができると思うんですけども、うん、これは5個の音をレガートにしていくっていう、うん、これも後でやり方とか教えますけども、その連続したレガートっていうのは意外と持たないんですね。間が持たないんですよね。なのでできたらこれを美しいレガートでドレミファソっていうのをまず弾く練習っていうかな、うん、それをなさるといいかなと思いますね、うん、はい、では一番最初からまず、練習の仕方なんですけども、一番これに対して、例えばここだとするともうこれだけでもう音の質が違うんで、すごくもう普通に弾いたとしてもメロディーっていうのが浮き立ってくるんですけども、とにかく隣接してますここに、うん、ということは左手でも弾けちゃうぐらいの ここで右手のメロディーがスタートするわけですから、うん、かなりやっぱり左手との差っていうか、そう、少し一番最初の音だけを、だからつってこういうんじゃなくて、なんか向こうからこう、うん、使う部位っていうのは場所がですね、うん、最初のどの音は少し腕から重さを落とすような感じで、左手のドミソっていうのはこれは手首からのこのバウンドを使えばいいと思います。なので少し右手は上からガンじゃなくて、うん、重さをストーンと肩からの重さを乗っけるような感じでどの音をでスタートすると、うん、もうそこで4つの音、4つ左手のドミソですね、あと右手のドっていうのが、うん、かなりこの使う部位によって、うん、重さを変えることによって差が出るんじゃないかなと思います。出るか。僕ねこれかなり指使いで変わる音楽表現、まあ、こういう言葉一言だけ書いてきます。ただしこれはうまくできる生徒と指使いを変えることによってできなくなっちゃう生徒がいるかもしれないので、全員にはお勧めしませんけど、まずこういう考え方しませんか。楽譜に書いてある指使いで弾かなきゃいけないのかどうかですね、僕はそれはないと思います。教材としていろいろ学ばせなきゃいけないとなったら、例えば小指でこの音をちゃんと弾きましょうっていうのは、これはしっかり と、最終的には何の指でどういうこともできるようにしなきゃいけないっていう大きな目的のためにはここに書いてある指使いっていうのはすごく大事なんですけど、コンクールはその指で弾かなかったらダメになるとかってことは僕はないと。基本的にはいい演奏であれば何の指で弾いてもいいっていうのが、まあ、僕の考え方です。そうするときにですね、指使いで変わる音楽表現の中で、まず考えてほしいのはね、同音連打は同じ指で弾かなきゃいけないかどうかということをやってみてください。それから、まあ、同音連打だけじゃなくていろんなところにね、大切な音がありますよね。で、大切な音ってどこかというと小説の頭、これは表紙を決める最初の音ですから、ここは必ず音が前に乗るっていうイメージの音を出さない限り、ピアノであろうがフォルテであろうが必ずそこの音は音が乗ってなきゃいけない。その乗せる音が例えばその生徒にとって非常に乗せにくい音だった場合、必ずそこの弾き方をですね、生徒なりに考えると力んで弾いたり、
それから例えば小指となると小指に乗せるの難しいから小指が寝てしまったり、いろんな弊害があるんですね。でそれはコンクール系とか人前で演奏するって時にはそこを考えた指で、あの上で指使いを決定してほしいとなるんですけど、僕から言っときたいのは同じ音が続いた場合はね、指を変えた方が表現はつけやすい。ほっといても変わるってことです。